第三次バルセロナ包囲戦は、1713年7月25日から1714年9月11日まで、スペイン・フランス連合軍が、カタルーニャの首都バルセロナを包囲、攻め落とした戦いである。この戦いが、スペイン継承戦争最後の戦いであり、スペイン全土を平定した、フェリペ・ゴセイが、名実ともに統一スペイン王国の国王となった。 1705年の第一次バルセロナ包囲戦で、イングランド・ポルトガル同盟軍がバルセロナを、陥落させてからはカタルーニャは、フェリペ5世と、スペイン王位を争った、カール大公の根拠地となり、同盟軍は1706年の第二次バルセロナ、包囲戦で、スペイン軍の包囲を持ちこたえ逆に、マドリードを落とした。しかし、すぐに、フェリペ5世に奪還されて、 仕切り直しになっただけでなく1707年のアルマンサの戦いでスペインフランス連合軍に大敗してからは劣勢となりアラゴンバレンシアがスペイン軍に制圧残されたカタルーニャもバルセロナ周辺しか保てなくなっていた1711年にカール大公が新生ローマ皇帝カール6世に即位してドイツへ戻ると同盟軍がスペインとオーストリアの 学校恐れは僕に動き、1713年にユトレヒト条約を締結、カタルーニャの同盟軍も引き上げバルセロナは孤立無援となった。にもかかわらず、バルセロナ市民は抵抗を続け、7月25日にスペイン軍が包囲したが、砲兵の不足で落とせず戦闘は長引いた。1714年にオーストリアとフランスがラシュタット条約を調印すると、 フランスが4月から5月に2万の援軍を送り、援軍の指揮官ベリック公が包囲を受け持ち攻撃。8月30日に市内へ入場してバルセロナ側の敗北が決まり、9月11日にバルセロナは降伏してカタルーニャは閉廷された。フェリペ5世は戦後スペインを中央集権国家に作り変えることを目指し、新国家基本法で反抗した。 アラゴンバレンシアカタルーニャの自治権を取り上げ、カタルーニャ語の禁止、大学の廃止などカタルーニャは閉塞を強いられていった。陥落の9月11日はカタルーニャの記念日となっている。ありがとうございます。